はい、皆さんこんにちは。朝バー亀仙流チャンネルの朝バーです。今日は静岡ホビーショーの、表彰ブースの方に来ています。でこちらの、見ていただくと分かるようにすごくかっこいい、マットワゴンのボディなんですけども、こちらのボディをはじめとした表彰の、ボディ担当の方に、お話を伺えることになりましたので、ご紹介したいと思います。すいません、よろしくお願いします。お願いします。お名前何ですか？ボディ担当の片野です。あ、片野さん、先生、はい、よろしくお願いします。まずこちらのマットワゴンも担当されているということだったんですけども、はい、こちらは、どういうコンセプトというか、アメリカンな感じだと思うんですけれども、はいはい、1960年代の、ワゴンタイプの、はい、車をモチーフに、その雰囲気を、持たせつつ、こういうモンスタートラックのシャーシに合うように、ディフォルメというかバランスを取った車になります。よくこういうビッグタイヤ系のものって、はい、割とマシンはいかついんだけども、はい、ボディは残念なものが結構多いと思うんですけども、ね、やっぱりこういう絶対パーツとか、はい、そういうこだわりっていうのがあったんですかね。そうですね、はい、バンパーとかを一体にしちゃうと、バンパーのところから壊れたりとかしちゃうこともよくあるので、今回はUSA1 の時からですね、はいはいはい、フロントバンパーをシャーシ側に持たせたりするようにすれば、当たった時にここからここでしかやっぱり固定してないから、この辺が破けたりする。そうですね。なんでこっちに持たせて、ある程度耐久性が上がるように。バンパーはバンパーの方で衝撃をもらって、ね、ボディの方に行かないようにっていう工夫になってるわけです。はい、なるほど。はい、そうしますとこちらの方がまずマット版ですよね。これ前からある商品ですよね。はい、もともとマット版っていう、ブラシレスじゃないノーマルのブラシモーターのやつがあるんですけど、それからブラシレスバージョンにこれちはなってるんですね。はい、でそれに伴って、アクセサリーパーツをてんこ盛りにして豪華にしてるっていう感じです。これもシャーシはフェイザー系になるんですか？そうですね。はい、なるほど。じゃあすごくなんていうのかな、よく走るシャーシにこういうバンみたいな、はい、ボディが乗ったものになってるんですね。はい、でこのドアミラーとかもすごいこだわりですね。はいはいはい、これそうですね、やっぱり、アートミラーあった方がやっぱなんか自然というか、うんうん、車ってやっぱついてるもんついてるもんですよね。はい、なるほど。この表彰ってこのステッカーがいいですね、ここが。そして、多分表彰フェアの方で見たボディだと思うんです。はい、こちらが、はい、ハコスカですかね。これがすごい話題になってますけれども、はい、こちらはなんか苦労された点か何か。これはですね、とにかくディティールにちょっとこだわりたくて、あとオーバーフェンダーですね、はい、を別体にして、普通はこういうのは別体にしないで塗装とかで塗り分けするんですけど、やっぱり質感が出したかったので、オーバーフェンダーも、プラパーツで起こして。あ、別体なんですか、それ。そうです。すごいですね。で、バンパーとか、このグリルも全部別体ですもんね。はい。で、グリルのメッシュのところも別になってたりとか。で、これもクリアパーツで起こしてますし。あ、別体の中にさらに別体になってるんですね。あ、そうですね。すごいな。一応なんかも。リアのクリアレンズと、ライトベゼルとか、テールライトのベゼルなんかも全部別体にしてメッキにかけてます。すごいな、これ。でやっぱりこういう人気の車をやっぱ出すと、やっぱすごいファンの方とかが多いと思うので、やっぱりなんか違う車とかで、あそこが違う、ここが違うみたいな、そういうプレッシャーなんかもあったんじゃないかと思うんですけども、これやっぱ自信持って出してるって感じなんですかね。そうですね、はい。うんうん。あ、ちなみに車、はい、あ、ちょっとアンナさん、すみません、はい、アンナさんから見て、この箱ですか、どうですか？僕ね、あんまり大きいラジコンはやったことないんですけど、僕は今まで見てきた、なんとなくこういろんな作品を見てたんですけど、そのネットパーツはすごいなと思います。そのディティールのところ、レンズでそのレンズの中のところ、ポリカボディの中でヘッドライトを表現するっていうのは、ブームがあったのは知ってたんですけど、それを超えて外側にもメッキのパーツ使ったりして、ポリカボディのディティールとしてはもう素晴らしいレベルだなと思います。ありがとうございます。はい、ちなみになんですけれども、これは
RTR で出てるもの、はい、あ、これはボディ別売とかないんですか？別売もあります。あ、あるんですか、はい、それはクリアです。クリアと、あと完成済みと。完成のもあるんですか、はい、すごいですね。結構あります。あ、やっぱりこれは完成済みで欲しいなっていうふうに思っちゃうものなので、はい、うん、完成済みがあるのはすごいと思います、はい。で、まあ、これは日本車なんですけども、はい、あとはアメリカンなものが多いですよね、フェーザーシリーズで、はいはい、特にやっぱすごいっていうか、どぎもを抜かれるのはこのシリーズで、はい、あの、まあ、これだけならあれなんですけど、これ見ると分かるように、このふうにエンジンが別でスーパーチャージャーついてるのが、はい、これもなんかこだわりっていうか、あれなんですか、この部分からあれですよね、担当されてるってことですよね。そう、はい、そう、まず、ボンネットに、まあ、上からつけるスーパーチャージャーとかはあるんです、はい、ありますよね。やっぱり、振り抜かれて奥行きがあった方が、よりなんかリアリティが増すっていうか。増しますよね、はいはい。それとあと他のやつの他のボディにも流用したいとか、つけたい方もいると思うんで、こっちの方のシャーシの方にがっちりとつけて、まあ、お客さんの方で切り替えてもらうことになるんですけど、そういう感じにしてます、はい。一応あとここも開閉するようには。開閉するんだ、すごい、動くようにはなってます。すごいですね。これ言われないと僕分かんなかった。すごい、なんだっけな、開閉するようになった。あ、これでした。あ、これは横なんですね。これは横です。なんか電動で開閉するのなんか教習生の時ありましたよね。 あれとはちょっと違って、これはちょっとね、今回手動にはなっちゃってるんですけど、横スライドで開けることができます。すごいな、10分の1のボディでこんなにこだわってるのって今まであんま見たことないですね。すごいな。これがカマロになるんですね、はいはい、1969年、はい。なんかその1960年代、さっきのマットワゴンか、はい、含めてなんかやっぱそこら辺がニーズがあるんですかね。そうですね、やっぱりアメリカ、うん、アメ車のそのマッスルカーっていうのがその年代が多いので、うん、一番なんか元気だったというか。でこちらが、まあ、アメリカンっていうか、まあ、トヨタ車になるんですけども、はい、ちょっとなんだろう、毛色が違うというか、はいはい、最新の。で、まあ、アメリカのショーでよくトラックとかがカスタムされてるのがあるんですけど、はい、そういったターゲットをちょっと狙ってやってます。わざわざこうローダウンしてオーバーフェンダーつけてっていうのが。そうですよね、はい、これもすごいかっこいいというか、これなんかこだわりを感じるなと思って。多いですね。で、挟んでここら辺が、はい、シボレーになるんですか。これはまあ元々あるやつの。あ、これは元々あるタイプ。はい、色替えになるんですけど、はい、今回は新しい色で発表させてもらってます。なるほど。でもこうやってこうラインナップが揃ってくると、はい、本当になんかこうかっこいいっていうか、並べると本当にかっこいいですよね。まあ、世界観がちょっと世界観できてきてますよね。はい、いや、すごい。これで。なんかまあレースするのはあれまたちょっと違うと思うんですけど、はい、これがサーキットで一緒に走ってるのとか、はい、見たらちょっと胸熱な感じになりますね。分かりました。あ、これが例の別体パーツですね。これがタンドラの別体パーツで、まあ、カマロは、あ、カマロのもあるんですね。なるほど。これがスライドのパーツになるということで、分かりました。ありがとうございます、はい。いや、どれもすごいかっこいいもので、しかもそういう細かいところまでこだわりがあるというのを知れてすごく良かったです。どうもありがとうございました。また次の、新しいのも期待していますので、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。